え、だからその流れへんようにしたらいいんちゃうの。反社に金が流れかねないからなんて言ったら何でもそうやんか。え、でも反社がフロント企業とかで別に普通の会社とかやってるやん。それはあかんのだったら。普通の会社とかやってるやん。それ別に反社流れてるやろ。それ、そこまで、それもあかんってことになるで。だったら。っていうかこいつらが反社みたいな。普通、マジで普通の会社やってる反社もあるやんな。反社に流れるわ。俺は別にその、止める理由にならへんと思ってるからな。うん。その、なんちゅうの。方法自体が、例えば何だっけ、オレオレ詐欺みたいな犯罪やったら問題やと思うけど、別に、まっとうなことしてたらしゃあないやん、そんな。まっとうな商売してるんやったら。まあ、それはそうやね。だから、後でキモい親父に買われたとか騒ぐのはおかしいよね。夫婦間で強姦。まあ、でもそれは、マジです。それはそういう場合もあるんちゃう。嫁が同意もしてへんのに無理やりやったらやっぱり豪華になるんちゃう。あんまり言ったかも。まあそこに過去つけて儲けている2頭とか金汁の方がよっぽど反社やんな。そんなこと言ったらな。よっぽど犯罪性高いと思うんだけど俺は。一般企業反社 D2 やん。いやだから別に俺反社を肯定はせえへんけどさ、別に真っ当なことやってたら文句のつけようないやん、別に。だから普通のカフェ、何やったっけ、あれあれ、タピオカ屋。タピオカ屋なんて大体反社がやってたの？そんな、しゃあないやん。タピオカ屋自体は真っ当な商売なんやから、そこに文句のつけようなんかないやんか。それが反社がやっているって言ったって、それかって、反社に金が流れているっていうのも、言って止めなあかんやん。だったらタピオカ屋もさ、唐揚げ屋も無人餃子もそうやんな。だから別に反社じゃないタピオカ屋もあるやろうけど、大体がタピオカ屋は反社がやってたらしいで。うん。っていう話やで。だから、なくなるわけないんやから、もうしょうがねえ、そこは。うん。だから祭りの敵やもん、あかんよねっていう話になれんな。